ワンピースが大好きな神木です。世界の真実、空白の100年、海面上昇、古代兵器の存在、世界中の人がこれらの情報に今すごく驚いてるんですけども、ルフィたちが関わった国であったり世界のいろんな場面っていうのが描かれましたよね。そしていろんな人がたくさん驚いてるという場面が多々描かれてるわけなんですけど、肝心のシャンクス、黒ひげ、バギー、この4校の反応が一つも描かれてないんです。海賊王争いの筆頭の4校こそ世界の真実に迫っていく流れになるはずなのに、一コマも、その表情すら描かれていないと。はい、この4校たち世界のどこかで映像を見ているんでしょうか。今回はこれら4校と世界の真実のこれまで描かれた接点というのをまとめてきましたので、それを元に話していくのと、それに基づいてこれからの動きというのを予想していきたいと思います。ということで、皆さんが思うところがありましたらコメント欄に書いていってください。それではいきましょう。モンキー D ルフィ。はい、ルフィと今ベガパンクが言っている世界の真実、それらの接点というのは、まあもちろんワンピース、ルフィが主人公ですので、その端々でルフィ近辺ではめちゃくちゃ描かれてるんですよね。だけどルフィ自体はものすごくすれ違ってるんですね。シャボンディ諸島でレイリーと話している時も、レイリーがね、先のことを言おうとしたら、もうそんなことは知りたくないと。あるかないかわからない状態でね、俺たちは冒険をしているんだと。まあつまらねえ冒険なら俺はしないということですよね。まあ思い返せば頂上戦争の時も、白ひげがワンピースは実在すると言ったあの時ですね、世界中というのはあそこで激震が走ったわけなんですけど、ルフィ自身は意識不明の状態に陥っておりましたので、それも聞いてないんですよね。古代兵器に至ってもほとんど関心がありません。思い返せばアラバスタというのは、そもそもクロコダイルがプルトンを奪うためにその王国を乗っ取るための計画だったんですけど、ルフィとはそことは全然関係なく、ビビを守りたい、ビビの国を救いたいということで動いただけでしたもんね。ポセイドンのこともそうですね。白星姫がポセイドンであるという情報もロビンしか聞いておらず、その後ルフィにそのことを言った描写というのはありません。同じくワノ国のプルトンもそうですね。ロビンは知ってるけれども、ルフィにね、切々と説いた場面というのはありません。そして今まさにエッグヘッドでベガパンクが世界の真実というのを話してるんですけど、これおそらくルフィというのは聞いてませんよね。配信電電虫に乗せて世界中に渡ってるんだけども、あくまでその電電虫の電波で飛ばしていますので、エッグヘッド島内では、まあ、とにかくその暴れ回ってるルフィたちはですね、聞けていないんですよね。4校のうちでおそらくルフィだけがこの世界の真実、ベガパンクの口から言われてることを近くにいるのにもかかわらず知っていませんし、これまでの冒険を通じてもルフィだけ特段ね、何も知らない状態というのが続いております。でも確実に海賊王に近い人物の一人でもありますよね。ロードポーネグリフを4つのうち3つ所有しております。象の上にあったもの、ホールケーキアイランドで奪ったもの、そしてワノ国で手に入れたものですね。あと残る1つというのは、26年前には魚人島にあったけれども、その後行方がわからずに、どうも火の傷の男が、まあ、所有してるんじゃないかと言われるものが、まあ、残りなんですけど、もうそれさえ手に入れればラフテルに行くことはできると思われますので、世界の真実をほとんど知らないのに海賊王になってしまいそうなところまで来ております。これからの動きなので、他の4校というのはその古代兵器を狙う動きなんかもすると思うんですけど、そもそもルフィというのはその古代兵器が、まあ、選択肢にないわけですよね。そしてルフィというのはこれまでの冒険もそうですけども、図らずも世界の真実に迫っていくと、まあ、触れることになるということですね。もうもしかするとルフィというのは本当に最後の最後までそういったものを知らずに海賊王になって、勝手にね、夢を叶えて、そして夢の果てを叶える。でもルフィがやることが空白の100年の、まあ、雪辱であったり、世界のいろんな闇というのを照らしてくれていると、まあ、そういうことになるんじゃないかと思います。まあ、ちょっと前のワノ国もね、背景をすごく見ていくと、まあ、ものすごい支配下に置かれていたとか、いろんな権力構想とか貧富の差とか、いろんなものが含まれてるんですけど、ルフィからするともうおたまちゃんとかね、そういったワノ国で知り合った人が腹いっぱい食える世界にしたいと、その一心でやってただけですもんね。そういった流れがやはりルフィとしては続くと思いますので、今作中では世界の真実というのはね、明かされ始めて、まあ、読者である我々も激震が走ってるわけなんですけど、ルフィからすると全然関係なくそこは進んでいくということになると思われます。またここでポイントとなりそうなのは、やはり、ルフィのその主人公に備わっている属性ですよね。ニカであること、麦わら帽子をかぶっていること、 D の一族であること、これら全て世界の真実にものすごく深く関わってくる。もうそれがほぼほぼ確実ですので、この3つの要素がそれぞれね、どういった役割があるのか、そしてルフィがそれであるがためにどういった影響が出てくるのかと、そういった観点で見ていくのがやはりルフィはね、ポイントなんじゃないかなと思います。続いてシャンクス。
シャンクスもどこかで絶対にあの映像を見てますよね。エルバフから出たあたりだと思いますので、ものすごく近くにいる可能性すらあると思います。そしてシャンクスの世界の真実との接点なんですけど、まあ書かれてはいないんですけども、一番知っている可能性というのは大きいですよね。ロジャー海賊団にいましたので、ラフテルには直前でねバギーの看病をしているので行けていないんですけども、とはいえ全然知らないということはないと思います。どこまで知ってるんでしょうか。まあルフィのようにね自分で知りたいとそういう人であれば、ほとんど何も聞いてない可能性もあるかとは思うんですけど、しかし海賊王ロジャーとの冒険の中で、まあ、いろんなことをね肌感として知ってるはずですし、それがあるので今まで何かを待って、そして今動き出したと、まあそういうことでしょうし、人々の身をね13年前に奪ったのもそこと無関係ということはありえないと思われます。今シャンクスというのはロードポーネグリフをおそらく2つ所有しておりますね。まあキッドから奪った2つです。しかしまあですね、この後喋るんですけど、もうシャンクスにおいてはロードポーネグリフをいくつ持ってるかとかはですね、もうあんまり関係ないような気がするんですよね。いつでも行こうと思えば行けちゃうんじゃないかと、そういった経験をしてるんじゃないかと思われます。これからの動き、はい、これからのシャンクスの動きですね、まあ、シャンクスも古代兵器は奪いに行かないと思うんですよね。まあ奪ったところでほとんど意味がないと言いますか、まあ、真っすぐワンピースを取りに行くと考えた方が自然なんじゃないでしょうかね。あのベン・ベックマンとね話していた時に、そろそろね取りに行こうかワンピースを言ってましたけども、まさに、まあ、ロジャー海賊団にいた時に行かなかったラフテルにすぐ行こうということだと思われます。そしてシャンクスにおけるポイントとしては、この4校の中でもラフテルに一番近いのはこのシャンクスだと思うんですよね。もうロジャー海賊団にいたわけですから、自分自身は集めていなくても所属していた海賊団というのはロードポーネグリフを全部集めていたことがあるんですね。なのでもうゾウにあるのも知ってますし、もう行ったことありますからね。そして26年前には巨人島にあった4つ目のロードポーネグリフというのもロジャー海賊団の誰かが移動させたという可能性が高いと思われますので、そうなってくるとシャンクスと火の傷の男というのは何かしらの接点を持っていると考えると自然ですよね。なのでそもそもロードポーネグリフをシャンクス自身が持っていなくても、ある程度の位置とかはですねシャンクス自身把握してるでしょうし、さらにもうロードポーネグリフの場所というのが頭の中にある人物だと思われるので、世界中が揺れている今、ロードポーネグリフがある場所にねもうさーっとねロジャー海賊団行っていて、そしてもうラフテルに行っちゃってるとかですね、ありえなくはないと思うんですよね。まあそうなってくるとね、ゾウにも行くでしょうから、あのキャロットとシャンクスの絡みなんかも見たいですけどね。そしてマーシャル D ティーチ黒ひげですね。黒ひげももちろんベガパンクのあの配信というのを見てると思います。世界の真実の接点で言えば、黒ひげはロードポーネグリフはまあ3つですね、ルフィたちと同じく3つ所有していると思われます。まあ1つはホールケーキアイランドに、まあ、クザンたちが行ってますので写しを撮ってるでしょうし、残る2つというのはローから奪って所有していると思われます。まあローと戦う時もね、お前はいくつ持ってるということを言っておりましたので、まあ、自分もね0個ではなくて1つ2つ持っているからこそのあの発言だと思うんですよね。総取りだって言ってましたからね。なのでその時点でホールケーキアイランドのやつをもう取ってたんじゃないかなと思われます。そして何といっても黒ひげは歴史研究が趣味であり、そして D の一族ですよね。白ひげの船に乗っていたことからも何かを知っているとは思われます。そして深く知っているからこそ、あの狡猾な虎視眈々とねいろんな計画を練って、そして成功させてきたという実績がありますので、その背景がないとねそういうことができないんじゃないかなとも思いますよね。しかしまあね、最近あの海賊島蜂の巣の様子も映ったんですけど、あそこのね参加というか、まあそこにいる海賊たちですよね。あの人たちというのはもうベガパンクの配信に全く興味がないようなんですよね。あくまで黒ひげというのは自分とか、まあ、自分の海賊団だけを優遇していて、他の海賊団にはねそういう情報は与えていないし、まあ、全然構っていないということだと思われます。まあ参加をね助けることもないって言われてましたからね。でこれからの動きなんですけど、まだ今はロードポーネグリフを3つ持っていると、まあそれもすごいんですけど、でもまあそれだけですよね。しかしですね、これから古代兵器の2つの情報ですね、プルトンとポセイドンの情報というのがカリブー経由で黒ひげの耳に行ってしまうと思われます。だからカリブーというのは黒ひげのねこの野望を叶えるためとかにはですねかなり重要な役割すぎますよね。そして古代兵器の情報を知った黒ひげというのはまさにその古代兵器を狙いに行くんじゃないかなと思います。なのでまあ怖いんですけど、ワノ国もしくは魚人島に乗り込んでいくという動きをするんじゃないかなと思いますね。4校の中で古代兵器を奪おうとするのはおそらくこの黒ひげだけじゃないかなと思います。
そして最後バギーですね。はい、バギーはですね、他の4校に比べると海賊王とは一番遠いところにいますよね。ロードポーネグリフというのも0校ですね。一つも持っていません。で、古代兵器に関してはもしかするとそのプルトンの情報ですよね、それをクロコダイルから聞いている可能性はあります。で、クロコダイルはアラバスタ王国にプルトンが眠っていると思って、まあ、ユートピア作戦みたいなね計画をやったわけですけど、今振り返るとそのプルトンというのはワノ国の地下にあったわけじゃないですか。これクロコダイルは全然違う情報というのをつかまされて、誤った情報でアラバスタ王国を狙ったということなんでしょうか。ここにね何かがあると思うんですよね。アラバスタ王国にも実はねプルトンが眠っているとかね、プルトンは一つではなくてちゃんとアラバスタ王国にも眠っているとかですね、そのプルトンというもの自体がほとんどまだ分かっておりませんので、まあ、もしかするとプルトンの真実に行き着くのが早いのはバギーなのかもしれませんよね。そしてこれからの動きなんですけど、まあもちろんロードポーネグリフを持ってはいないんですけど、とはいえシャンクスと同じく元ロジャー海賊団ですからね、ロードポーネグリフの場所をほとんど分かっているでしょうし、分かっていなかったとしてもあらかたの場所というのはバギーの中であるのかもしれません。そしてバギーというのは4校同士で戦ってね勝ち抜いて海賊王になるというよりも出し抜こうとしてるんですよね。なのでロードポーネグリフを一つも持っていないけれども、もう場所が大体分かっているということで、もうラフテルに行ってしまう可能性もあるんじゃないかと思います。まあ、まさに出し抜くですね。ロードポーネグリフの奪い合いであれば出し抜くことにはなりませんので、バルジエを使ってラフテルにたどり着こうとしてるんじゃないでしょうかね。そしてバギーでポイントなのが、これがね世界の真実と結びつきそうなんですけど、バギーがオレンジの街でルフィと戦った時に、まあ、シャンクスにねバラバラの実を食べさせられて恨んでるんだという時の下りで、海中がダメなら海上の全ての財宝を俺のものにしてやると決めたんだということを言っております。今海面上昇の話になっていて、まあ、水位がね上がるとか下がると考えた時に、もしも海面が下がるパターンですよね、まあ、これもあり得ると思うんですけど、下がるパターンがあるとしたら、まさに地上の全ての財宝を俺のものにするということがバギーに結びついてしまう可能性がありますよね。つまりもうバギーが海賊王になるとかですね、まあ、ワンピースはねその海底にあるんじゃないか、そこに置いてきたの、そこがね海底の底っていうのを指してるんじゃないかと一部でよく言われるんですけども、それを取るには海底が地上にね浮き上がってこないといけないと思いますので、そういった意味でももしかするとバギーが海賊王になってしまう未来もね一旦あるのかもしれません。まあ、もちろんルフィが最終的にはなるんでしょうけど、その手前でねバギーがなっちゃうと、まあ、そういったことも考えられるんじゃないでしょうかね。はい、4校がねまだ全然反応を見せてないんですよね、世界の真実に対して。まあバギーはねおそらくびっくり顔をしてると思うんですけど、黒ひげとシャンクスはちょっとにやりとしたようなね、表情を見せてるんじゃないかなと思いますね、その配信を見てるとしたら。はい、これら4校世界の真実を知ってそれを受けてどう動くんでしょうか。皆さんの予想がありましたらコメント欄に書いていってください。それでは簡単ではありましたが、この辺で終わりたいと思います。どうも最後までありがとうございました。じゃあね。